ジェット推進研究所の外観ジェット推進研究所のコントロールルームジェット推進研究所は NASA の無人探査機等の研究開発及び運用に携わる研究所アメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナにある JPL の前身となったカリフォルニア工科大学のグッケンハイム航空研究所のロケット研究プロジェクトは1936年に立ち上げられ 1943年11月にガルセットの責任者であったセオドア・フォン・カルマンによって初めて JPL と名付けられたカリフォルニア工科大学の研究機関で第二次世界大戦期にはアメリカ陸軍からナチスドイツが開発した V2 にロケットの分析を依頼されその研究成果から液体燃料ロケットモーターにより推進するアメリカ合衆国発の弾道ミサイル コーポラル戦術地対地誘導ミサイルを開発した。また、コーポラルの代替となった固体燃料ロケット推進のサージェント、戦術地対地ミサイルの開発にも携わった。1958年より、NASA 専属になって、アメリカ合衆国発の人工衛星エクスプローラー1号を製造するなど、宇宙開発計画や宇宙探査計画の技術開発に携わるようになり、宇宙船や 惑星探査機の設計など技術面を担当している。非常に高度な技術力を誇り、米国の宇宙開発計画において、月着陸船や火星探査機、外惑星探査の機材開発などで大きく貢献している。パイオニアやボイジャーをはじめとして、火星探査機マーズエクスプロレーション、ローバーのスピリットオポチュニティや土星探査機カッシーにもこの研究所で開発された。また、 各人工衛星、人工惑星、探査機を管理、運営するためのディープスペースネットワークも、この JPL に帰属している。主に太陽系内天体のための探査機等に関する研究、開発を実施しているにもかかわらず、Z 推進の名を冠しているのは、設立当初において、Z 推進、すなわちロケット推進に関する研究を実施していた、名残からである、Z 推進とは、 分流の反動によって推進する方式のことであるためロケットエンジンやジェットエンジンも一般には含まれる。また JPL 設立当時の1930年代から1940年代初め頃は宇宙旅行や宇宙ロケットはアメリカの古い SF 漫画であるフラッシュゴードンやバックロジャースのようなフィクションの世界のものであり漫画のイメージから遠ざけるために ロケット推進研究所とは名付けられなかった。ロケットという単語が、ロケット花火など、玩具のようなイメージを持つため、そのイメージを避けるためという説もある。1930年代には、ロケット研究は、兵器としても、輸送機関としても、ほとんどまともに取り合われなかった。JPL の前身であるガルセットは、アメリカ陸軍からの要請で現代でも使われている、JA トユニットを開発した。 ありがとうございます。